オーシャンシェア、オーシャン勝利ですね。最低同士の対決になりました。マサヤン選手は非常に神捨てがうまいリトルマックな印象ありますね。私は先ほどから彼も稼いでいきたいところ、しっかり投げてきて、でみんな帰ってタンカード的な相性はどうなんでしょうね。あんまり分かんないですが、出してしまえばかなり阻止はめんどくさそう。これはとドッグ79%、83%、開幕パーソナリードを取っていくのが15選手。しかし KO ゲージが溜まっていく。これはテイキックに帰っていく。あーっと空連の持続でしっかり回避を合わせていく。これは DA で空前を選択、当たらず。しかし DA 再び外に出して、おっとダイが現れてしまったが、うまく利用してその後空後ろ先制したのの人工アイク。さあクエヌ的確に弱で反撃、投げは回避して上強から上 B% 稼いでいく。さあヒゼルマフターはダメージを受けずに相手を引き継ぎに行きたい。さあクエヌで暴れていく。ヒゼルマックの空中ニュートラル、このゲームでも屈指の発生2フレーム、一番最速かな。あんまり反省も何もかも強いわけじゃないんですけど、ああいうとその暴れの時は強いので、上投げから魔力着地狩りの手に入る。竹がきつい。さあこれは見てからしっかり合わせていく。これは下京から UP ではなく、あぶねえ空前で、さあ学系は上 B で魔力うまいですね。下京から UP でこれはバースト。さあ KO が溜まったまま相手を1ストックにすることができました。これはワンチャンス。まず1回触ってパーセント貯めてからどこかで、さあこれジャックから反撃を上京、え死なない。さあ千載一遇のチャンスを逃してしまったマサヤン。しかしパーセント5分の展開。これは100パーバス69バック後ろで撃墜、先制したの人口。さあ本当に惜しかったですね。ボール1個分届かずといった感じでしたが、ちょっと表記が間違っておりました。大変すみません。1-0ですね。あれでぴったり死んでいればよかったんですけどね、死ぬことはなく。さあここはある意味マックのホームステージと言ってもおっと面白いですね。内側に天空狙っていく。さあ終点ステージの中でも戦いそうですね。垂直掛けがありいいゲームがいい。さあこれ苦しいですよね。ジャンプ左旋回。さあ配信外ではマルメダグルとマルメ勝利ですね。さあクエムクエムじゃないクエムに続かわせていくわ。さあ KO が間もなくたまりそう。下京から横京。さあこのチャンスを生かしていきたい。的確下京 KO、 まさに決めていく。これがリトルマックというキャラ、このパンチを当てることができればいい。おっとこの壁キックを使って壁キック横ビーで上がっていく。さあジャンプ、さあ一回出し詰めてプレッシャーをかけてからのジャンプして回避を張るっていう。さあ攻撃でバーストしていく。上京上京、横 B は当たらない。フェヌスーパーマーで、おっと踏みつけコーン狙っていくか。さあまさや踏まれはしたものの、それからのダウン連は入らず、踏んだ後に多少動きの自由があるので、あそこから空下でダウン連するのは難しいです。さあ流れを取っていくの人口、圧倒的に運び殺していった。さあ勝者したり勝利者したりの人口タイプですね。